階級論争が最年だ。ボクシングのスーパーバンタム級世界4団体王座統一戦。26日、東京、有明アリーナ、WBC&WBO 王者の井上直也。30イコール大橋が WBA&IBF 王者マーロンタパレス。31フィリピン、20ラウンド。R、1分2秒で KO 勝ち。 史上二人目となる二階級での四団体王座統一に成功した。一方で、相手を仕留めるのに珍しく、苦戦、階級の壁、も指摘される中、元王者の見解は、写真三枚、井上直也タパレス KO の瞬間モンスターが偉業を達成した。4 r に左アッパーからラッシュをかけて最初のダウンを奪うことに成功。その後はタパレスに粘られたものの、 10R に強烈なミニストレートを叩き込んで KO 勝ちを手にした。試合後は、スーパーバンタム級に上げて2試合で4個のベルトを集められて達成感も嬉しさもあります、と笑顔。今後については、今の適正階級はスーパーバンタム級、とし、将来的にはフェザー級転向を視野に入れつつ、当面は現在の階級で戦う構えだ。ただ、 これまでのモンスターは序盤での KO 勝ちを続けてきただけに、10R 決着は、手こずった、との印象も残した。ファンの間では、階級の壁、を指摘する声が上がり、インターネット生配信の解説を務めた元世界2階級制覇王者の畠山貴則氏も、一応、これも階級の壁なのかなとも思いましたけど、今までみたいに序盤でガーンという感じじゃなくて、相手は耐えてるもんね、 と語っているこの階級論争に参戦したのがボクシング界きっての論格で元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏42だ公式 YouTube チャンネル前向き教室で発信を行っている細川氏はタパレスが頑張ったと思います7月前戦のフルトンは 1R からビビっていたけどタパレスはそんな様子がなかったと分析 金手階級の壁の存在を指摘しており、階級を上げるのって簡単なことじゃないっていうのも分かってもらえたと思います。とした上で次のように続けた。井上だって人間ですから、今までだったらガードの上から殴って吹っ飛ばせたけど、階級を上げれば相手の耐久力も上がるから難しくなります。ここから階級を上げれば、よりパワーは通用しなくなります。 それはボクシングの歴史が証明しているんです。フロイド・メイウェザーもマニー・パッキャオも、最初は KO を量産していました。それが階級を上げるに従って、判定が増えたんです。だが、細川氏はこの階級の壁こそが井上の新たな姿を引き出すと見ている。メイウェザーもパッキャオもパワーが通用しなくなって技術で戦うようになった。井上も階級を上げていけば、そうなるでしょう。 それが楽しみなんです。今まではパワーが圧倒的すぎて技術を見せる前に試合が終わってしまったから。井上は技術もとんでもないんです。階級を上げればそれを見ることができる。井上なら、もしかしたら技術で KO を量産することだってできるかもしれない。今回の試合はそんな次の挑戦に期待させてくれる戦いでした。さらにそうした変化により、それを見ればファンの目も超えると思います。 ボクシングの面白さが広が広るると思うとも期待するスーパーバンタム級わずか2戦で4団体統一という偉業を成し遂げた。井上はこれからもボクシング界の常識を覆し続けてくれそうだ。